じゃあどうして、こんにちは、日本大好きマレーシア人のマストゥラです。今回はやばいです。これは本当にヤバめのお話です。私の曖昧な日本語能力と表現、日本語の曖昧さ、さらにとキリがありません。日本語が曖昧と外国人の私が言うとね、批判と思う人もいるかもしれないけど、違うよ。ちょっと前にツイッターで話題になった、コアラさん、とっても面白いね。日本人の曖昧さはね、なぜか答えは優しさからだよ。ぜひぜひ最後まで動画を見てもらえるとわかると思います。外国人、私みたいな日本語学習する人にとっていっぱい大きな壁があるよ。いっぱい？私の口癖かな。いっぱいはいっぱい使います。マストゥラさんは日本のことをたくさん教えてくれると嬉しいコメントもいただけるようになってきました。あれ？いっぱいとたくさん？もうお腹がいっぱいだよ。もうお腹がたくさんだよ。いっぱいとたくさん、どちらも多いという意味だよね。私が日本語先生に教えてもらったときはね、美味しそうなケーキがいっぱいある、多いという意味だよね。もうお腹いっぱいだよ、無理ですよ。マストゥラさんは本をたくさん読みますか？多いという意味だよね。もう難しい本を読むのはたくさんだ、無理ですよ。いっぱいという言葉は漢字だとね、いっぱい、このいっぱいという字の灰はお酒などを入れる器という意味だって。だからいっぱいというのは器から溢れそうな状態なんだよ。 A さん、マストゥラさん、ちょっといっぱいやって行こうと思うけど、マストゥラさんはどうかな？私、ごめんなさい、仕事の残りがいっぱいあって。 A さん、私がお酒いっぱい飲むから酒癖が悪くて、もうたくさんだってなってない？私、難しいね。日本語ってさ、同じ言葉で全く逆意味もあるよね。いいよ、いいよ、もう嫌い、もう嫌い、すみません、すみません、本当にやばいです、やばい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 、何でもやばい。よく若い人から聞く言葉かな。若者の言葉の乱れといった話も聞くよね。だけどね、1000年以上も前の平安時代から
若者の言葉の乱れは言われているんだって。このやばいという言葉は国語学的には具合の悪い様、不都合な様を意味している。だけどいっぱい説があるみたい。やばいという言葉が使われるようになった江戸時代頃、その由来はもともと犯罪者の隠語だったんだ。江戸時代、牢屋とかやばといって関わり合いたくない状況をやばプラスいやばいといたんだ。江戸時代のアトラクションでやば、ここでも違法な店とかあって関わりたくない状況をやばプラスいやばいといたんだ。最近ではすごくいい、魅力的という肯定的な使われ方も多いね。マレーシアは平均年齢が28歳くらいと若いこともあって若者言葉が多いんだ。私も日本にいる間にマレーシアの若者言葉はわからなくなってるよ。だけどヤバイは女の子が使う言葉じゃないよね。やっぱり若者の言葉ヤバいね。世界的な広さで見渡せばね、マレー語でも中国語でも英語でも曖昧な表現のない言葉はどこにもないと思うよ。日本語だってね、はっきりと話をしようと思えばできる。むしろね、厳しすぎるぐらいの表現もできるよ。じゃあどうして日本語は曖昧であると言われることがあるの？何かを食べた時にこれ美味しいかも、好きだと思う食べ物に対してこれ好きかも、美味しいレストランを見つけてそこ行きたいかも、私は好きだけど私は美味しいと思うけど、あなたはそう感じるかどうかということを日本人は相手へ押し付けないようにかもを使うんだよ。日本人がどういう時にどうもを使っているかわからないと外国人は言います。どうも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 ありがとう、どうもすいません、どうもどうも。日本人はどうも何でも使う。日本人の大切なモットーはをもって尊しとなす。日本というチームの中で日本人は何よりも和を大切にする。良くないこととして避けるんだ。相手を傷つける、困らせる、迷惑をかけること、日本人は角が立つくらいなら遠慮することを選ぶ場合もあるよ。誰か私以外にもこれ欲しい人いるかなとかね、自己アピールをするにしても相手のことを考えいたわりながら共感を求める、柔らかくアピールしたりするよ。5月だけど意外と寒いよね。美味しいけどこのスープはしょっぱいよね。格好動画でね、日本人はいいえと耐えないように知っている話をしました。
海外風。マストラは今日パーティーに来れないだよね。いえ、私は他に約束あるから行かない。日本風。マストラは今日パーティー来れないだよね。はい、今回は約束あるから行けないんだよ。いいえと言えない。日本人ではなく、いいえ言わないようにしている日本人と話しました。ぜひ見てない方は面白いので見てね。日本人がいいえというのは2つと言われてるよ。1番目、謙遜とかの場合はいいえというよ。あなたは英語がすごい上手ですねと言われるとね、日本人はこう言うよ。いいえ、私は何々だからね、そんなことはないよと強くはっきりといいえと言うんだよ。2番目、励ます場合はいいえというよ。あの人は私のこと嫌いなんだよ、無理だよと相手が言うと、いいえそんなことないよ、私はあなたのいいところをいっぱいしてるよと強くはっきりといいえと言うんだよ。外国人には難しいよ。だけどね、日本語はね、日本人にとっては曖昧じゃないよ。相手の優しい気持ちを察するからね。お互いを助け合う言葉なんだよ、マストラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントも大歓迎です。ぜひ皆さんの意見を教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ジュンパラギー。